部そごう YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。西武池袋本店食品館管理栄養士の阿部です。暑さも厳しくなってきましたが、夏バテなどにはなっていませんか？夏バテにはクエン酸を含み水分補給にもなる柑橘類がおすすめです。そこで今回はグレープフルーツのみずみずしさを逃さず、きれいに無駄なく食べられる切り方をご紹介いたします。グレープフルーツにはビタミンやミネラルが含まれており、疲れた時に摂るとリフレッシュでき、肌の調子を整えるので、食生活が不規則な人には特におすすめです。それでは実際に試してみます。まず上と下を切ります。次に横から半分に切ります。そして皮と身の間に包丁を入れ、皮を剥きます。この際に包丁を動かすと身がきれいに取れませんので、グレープフルーツを回しながら皮を剥きましょう。次に薄皮のところで半分に切り、さらに半分に切り、中心部分を切り落とします。これを小房に分けて薄皮を取り除きます。この切り方だと身を潰さないで無駄なく召し上がれます。次に皮部分を器にしておしゃれに盛り付けていきます。先ほど切り落としたヘタをそこに敷きます。切り分けた身を器に盛り付けていきます。皮の器がおしゃれなのでおもてなしにも使えます。これで出来上がりです。今回のように小回りの利くペティナイフを使うと、身を潰さずに果汁たっぷりに仕上がります。今回使用した日本橋キアエーデルワイスペティナイフは、西武そごう公式ショッピングサイト e デパートでも販売いたしております。さっぱり美味しいグレープフルーツで、見た目も楽しく爽やかな夏を快適に過ごしましょう。管理栄養士阿部がご紹介させていただきました。